今日も天気が良くて気温は高いんですけれども、一昨日よりはちょっと風がある感じでしたね。今日も同じこと、一昨日と同じことですね。自分のいつも言ってる上がりコース、10セット20回上がるっていうのをやってたんですけれども、まあ、大体データ同じですね。1時間約90分走って、1000アップする感じですけれども、今日はいつものケジーニの SSR ではなくて、ベンジーでやってみたんですが、ですね、今日はフロント4なやつですね。フロント4なやつ、リアは5。なんで5かというと、これパンクしちゃってチューブが入っちゃってるんで、チューブとなんで5で今日スタートしてみました。ところがですね、もう縦の振動がすごくて、もう2セット目でこれ緩めて、まあ目3だいたい体感ですけど 3.8 ぐらいまでフロント落としたんですね。でリアはもう一気に4ぐらいまで落としました。まあそれでも縦振動がかなり来るので、まあケジニの SSR は45ミリのこの配当ですね。ですけれども、これ、キャノンデールの64ミリ、キントの64ミリホログラムのウィールですけれども、多分このリムの高さの差ですよね。こんなに違いが出るのかなと思いました。まあどっちにしてもちょっと自分みたいな還暦の貧脚の素人だと、なかなかコース1000アップするのきつかったなっていう、まあここのとこ何回もやってますけど思いますね。以上でございます。